ラりがンうちクレそれでは今回なんですけども、D 払い10%還元キャンペーンを使って、かっぱ寿司へ実質2皿無料でお得でしたということで、今回は現在開催中の D 払いのランチタイムの10%還元キャンペーンで、回転寿司のチェーンのかっぱ寿司にて、ちょっとお得に食べれることができたので、そちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。 まず現在開催中の D 払いのキャンペーンのおさらいですね。今出てるように、11時から14時の間に、このキャンペーンの対象のお店で D 払いで決済をしたら、D ポイントの10%が還元されるキャンペーンとなってます。まあ、エントリーは必須なので、ここお気をつけください。そして、この D 払いのお支払い方法のクレジットカードについては、D カードとなっているんですが、僕は D カードプリペイドをセットして使っています。そして、今回ピックアップするお店はこちらですね。 じゃんということで先ほどもお伝えしたんですけども、かっぱ寿司ということで、このかっぱ寿司は全国に320、30店舗ほどある回転寿司チェーンのお店ですね。まあ結構知ってる方多いのかなと思うんですけども、僕もここ最近は別の回転寿司のチェーンに行ってたんですが、まあ今回の D 払いのランジ10%還元のキャンペーンの対象店舗でしたので、まあ久しぶりに足を運んできました。 そして行く前にちょっとしたポイントなんですけども、これどんなお店に行くにしても、まあちょっとしたお得な方法の見つけ方としては、まずそこのお店の公式アプリとかクーポンがあるかということですね。まあ意外とたまにおってなるようなクーポンとか配布されたりしているので、まあ僕も今回のかっぱ寿司でもそれがあるかなと思いながら確認をしてみました。 ま、早速アプリをですね、僕自身も探してみたらありました。すでに画面にも出ている、こちらがこのかっぱ寿司の公式のアプリですね。まあ、上の部分を見てみたら、今ですと中トロ一貫無料のキャンペーンであったりとか、まあ、他にも様々なキャンペーンも結構開催がされています。ちなみにこのアプリ結構便利が良くて、まあ、最近見かける回転寿司チェーンの店舗の予約ですね、まあ、お店の、まあ、席の予約であったりとか、あと持ち帰りの予約などもこのアプリでできたり たりしますそして今回見ていただきたいのは、こちらのクーポンのタブですね。まあ、実際にここをタップしますと、じゃんということで早速出てきました。新規会員登録限定クーポンということで、お会計から税込100円引きのクーポンとなっています。 で、このクーポン、ちょっとした注意点がありまして、有効期限が僕がインストールした時とは期限が当日中ということと、ま、あとは、お会計が税込み1000円以上じゃないと使えないということですね。ま、これちょっと日付が1月15日となってるんですが、なので今回はこのクーポンと D 払いをうまく使って、かっぱ寿司に行ってきました。ま、一応どんなものを頼んだのか、ま、実写の映像もあるので、そちらもぜひどうぞ。 ということで、実写の映像でした。まあ、久しぶりにカッパ寿司に行ったんですけども、意外と良かったですね。まあ、他の回転寿司チェーンと比較したら、ネタとまあシャリが小ぶりな印象だったんですけども、10皿食べて、まあ、あっという間でしたね。 ちなみに僕が頼んだものの中で、まあ、今出てるこの中トロ塩炙り的な名前だったと思うんですけども、これが結構美味しかったですね。炙りと塩、あとはこのレモンとの相性が良かったです。そして、ここから気になるお会計なんですけども、じゃんということで、こちらがレシートですね。で、ご覧のように110円のお皿を10皿で1100円のところ、先ほど紹介した100円オフのクーポンを使ってお会計が1000円ということでした。 そして、ここからはですね、今回のランチタイムのキャンペーンを使って実際に還元される D ポイントの内訳ですが、ざっとこんな感じです。じゃんということでこんな感じですね。で、細かく説明をしていくと、まず今回僕自身は D 払いで決済をしたので、通常の D 払いで決済をすると、普通に D 払い200円で1ポイント貯まるので、なので1000円のおかげで5ポイント。 そして D 払いの支払い方法としてセットしているのが D カードプリペイドなのでこちらも200円で1ポイントでまあ5ポイントということですね。次に今回の D 払いのランチのキャンペーンというのが10%還元なので100ポイント。あとはこのかっぱ寿司では D ポイントカードを提示することで100円で1ポイントが貯まるので1%還元ということで10ポイントとなります。これで D ポイントの合計をしたらこちらですね。 ということで120ポイント分がもらえるという計算になりますもし間違ってたらご指摘くださいちなみにもらえる D ポイントに関しては D ポイントの期間用途限定のタイプとちょっと一緒にしています一応先ほどお伝えした割引のクーポンと合わせてもこちら今赤く出てる通り実質220円分お得に食べれるということになりますねいやーぼこれは僕も100円引きのクーポンがアプリにあるとは知らなかったので結構お得にカッパ寿司で楽しめた気がしますね で、今回の内容をまとめると、かっぱ寿司には新規会員限定のクーポンがあるということで、けどこれはちょっと先ほどもお伝えしたんですが、公式ページに記載されてなかったので、場合によってはちょっと配布されないこともあるのかなと思うので、これはお気をつけください。あと、このクーポンの期限は結構当日中とか次の日までという可能性もあるので、 もし、カッパ寿司に行く予定がある方は、その日にインストールして試すのもいいのかなと思います。そして、D 払いのランチ10%還元のキャンペーンで決済をして、最後に D ポイント回ドの提示も忘れずにお願いします。もうこれ最後ではなくて、お会計の前ですね、ちょっと書く順番を間違えました。 まあ、そんなこんなで今回は D 払いのランチのキャンペーンでかっぱ寿司に行ってきたことについてお伝えをさせていただきました。まあ、結構こう見ると D ポイントが貯まるお店で D 払いかつクーポンのコンボだとなかなかお得に使えますね。まあ他にも何かあればまたちょっとそれぞれまた動画にしようかなと思っています。まあ結構ですね、今回 D 払いのキャンペーンなかなか面白いのでまたまたちょっと気になれば動画にします。で、全然最後に余談なんですけども Mm. このカッパ寿司に僕が行った時、店員さんに案内してもらう時にですね、最初にカウンター席でもよろしいですかって聞かれて、僕結構体格が大きいのでお客さんが少ない時っていうのは、まあ一人でもテーブルの席を利用することがあるんですが、一応その時も、あ、テーブル席でいいですかって伝えたらめちゃくちゃすごい嫌な表情されて、はい、かしこまりました。みたいな感じで言われたんですよね。まあもちろんあの店員さんの立場であればわからんくもないなと思いながら、 そして申し訳ない気持ちでいっぱいになりながら,らテーブル席に座ったんですがまあそれが運の月きでまさか通してもらった席が 家族連れなおかつ小さいお子さんたちがいっぱいいらっしゃる席の後ろ側でめちゃくちゃ賑やかなテーブルの近くでした。もうお子さんたちは泣くわ、叫ぶわ、走り回るわで、もうとてもとても賑やかなランチタイムでございました。まあお会計終わって実際にこう帰るときに、ああ、素直に店員さんの言うことを聞いとけばよかったなっていう、まあめちゃくちゃどうでもいい無益なお話でございました。まあ話は戻しまして、今回ですね お伝えした DY のキャンペーンのリンクですとか、あと、かっぱ寿司の公式のリンクなどに含めても、下の概要欄に貼っていますので、実証再気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。